ただいまでございます。皆さんただいま帰りまして、ただいま帰りましたけれども、前髪が、おお、治りました、髪の毛が。はい、こんにちは、 STU48 のカイコカワです。これから STU48 フィフスシングル、独り言で語るくらいなら劇場版発売記念オンラインサイン会の、何時間目でしょうか、4時間目か、4時間目を始めたいと思います。今回は生写真にファンの皆さんの宛名とサインを書いていきますので、皆さん聞き逃さないようにしっかりと見ていてください。よろしくお願いします。それでは始めていきたいと思います。ぜひ見てたらすぐコメントしてくださいね。どんどん進んでいきたいと思います。よーい、アクション。まずはしょうさん、しょうさんいらっしゃいますか。しょうさん@香港、香港のしょうさん、香港からのしょうさんいらっしゃいますか。あ、いる、ヒアいる、ありがとうございます、嬉しい。香港からということで、今はどこに住んでるの、日本に住んでるのかな。ぜひ香港の美味しい食べ物をなんか教えてほしいです。なんか香港でなんか食べ物が美味しいというイメージ。 Meet you on May 2ショット、2ショットで会える、会った会いたい、メイ、会えるかも、ツーショットで会えるかもってことか。ありがとうございます、 Thank you。 I'm happy You make me happy。 次はヤス、新潟から応援さん、5月に会えるってことか。ありがとうございます、しょうさん。やす、新潟応援、新潟から応援さん、さっきもさっきの部も申し込んでくれてたけど、ありがとうございます、嬉しい。やす、新潟から応援さん、この部も申し込んでくれててありがとうございます。とても幸せでございます、いつもありがとう、嬉しい。次、猫じいさん、猫じいさんいらっしゃいますか。猫じいさん、え、これさっきと一緒？あ、違った違った違った。猫じいさんいらっしゃいますか。猫じいさん、いつもありがとう。猫の T シャツとかもしっかり猫、ちゃんと猫のね、猫のバナナみたいな T シャツいつも着てるイメージけど、メガネかけてる猫じいさん、いつもありがとうございます。ちゃんと覚えてますよ、オンラインでも会いましょう。次、安西さん、さっき安西さんいなかったけど今いるかな。安西さんいてくれたら嬉しいです。さっきの部も最初の方に申し込んでくれたかわからないけど、最初の方に名前があって嬉しかったです。ぜひこれ届くの、これも含めて2枚届くの楽しみにしてください。次、花房さん、花房さんいらっしゃいますか。花房さん申し込んでくれてありがとう。いるかな。花房さんは本当にショールームとかでもたくさん遊びに来てくれたり、あ、いる、ありがとうございます、嬉しい、申し込んでくれてありがとう。これからもよろしくお願いします。ぜひ楽しみにしてください。見てくれてるの嬉しい、ありがとうございます。ショールームでもオンラインでもありがとう。次はしんごさん、しんごさんいらっしゃいますか。
ありがとう花娘さん。次慎吾さん、慎吾さんいらっしゃいますかね。いてくれたら嬉しいですけど、いなさそうですね。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。慎吾さん、私か、あの私の想像してる慎吾さんだったら、あのパンダみたいなアバターでいつもいてくれてるかな。土佐健太さんいますか。土佐健太さんいらっしゃるかな。調べとかでもなんか当たったことある気がするんですよね、土佐健太さん。なんかめっちゃなんか急に七並べの記憶が急に来たけど、あ、はい、ありがとうございます。見てくれてる、嬉しい。申し込んでくれてありがとう。これ届くの楽しみにしてください。ちゃんとコメントも書いてるので、いますよ。ありがとう、嬉しい。見てくれて、これからもよろしくお願いします。頑張ります。あの次は高野須幸男さんいらっしゃいますか。高野須幸男さんいたらぜひコメントしてください。嬉しい。え、なんかこれ本名なんですか。幸男さん、高野須幸男さん、ぜひあのこれメイド服とコメントとぜひ届くの楽しみにしててください。これ高野須幸男さん申し込んでくれてありがとう。次ふうすけさん、ふうすけさんいらっしゃいますか。ふうすけさん本名っぽい。今来たよ。高野須幸男さんですか、メタボさん。ふうすけさんいらっしゃいますか。ありがとう、嬉しい。あ、さっきも書いたんですよ、ふうすけさん。さっきの部もありがとうございました。2部分含めてありがとう。これからもよろしくお願いします。あ、ゆきおさんも今ついさっき1個前で書きました。ありがとうございます、申し込んでくれて。素敵、見てくれてありがとう、嬉しい。次はトラジロー瀬戸内さん、トラジローさんいますか。ありがとう、ゆきおさんもふうすけさんも申し込んでくれてありがとう。トラジロー瀬戸内さん、あのトラジローさんいつも申し込んでくれてて嬉しい、本当にありがとう。本当にいないかな、時々ショールームでも来てくれたりするんですけど。ぜひ届くのを楽しみにしておいてください。これからもよろしくお願いします。トラジローさん届くのを楽しみに。次フミヤさん、フミヤさんいらっしゃいますか。フミヤさん、フミヤさんいるかな、あのこの感じで。フミヤさんぜひいたらコメントしてくださいね。フミヤさんの申し込んでくれてありがとう。いなさそうですね。これからもよろしくお願いします。次、モリリンさん、モリリンさんいらっしゃいますか。モリリンさん、じゃーん、トシヤさんいらっしゃいますか。モリリンさんいなかった、トシヤさん、この順番になっております。モリリンさんありがとうございます。いないかな、ぜひ申し込んでくれて。届くのがね、なんかこれが、あ、いた、ありがとうございます。モリリンさん、バツ丸バツ丸、モリリンさんありがとう、申し込んでくれて。ちゃんと確かに解雇課がサインしました。いつもありがとうございます。次トシヤさん、トシヤさんいらっしゃいますか。よしか、トシヤさんいるかな。トシヤさん申し込んでくれてありがとうございます。いらっしゃらないかな。
ぜひあの受け取った時にあののお楽しみということで、としおさん見てなくても届け。次、愛知のひろゆきさん、さっきの部でも申し込んでくれてて、あのこれありがとうございます。多分コメントが違うと思うので、これを楽しみにしてください。さっき見てくれてたから、いるかな、 いてくれそう、いる今日いるかな、あ、いる、届くの楽しみにしてるよ。香川行くからな、ありがとう、待ってます。香川頑張ります。あのちゃんと期待に応えれるように楽しませます。ありがとう、愛知のひろゆきさん。次、ゆうやさん、ゆうやさんいらっしゃいますか。ゆうやさん、ゆうやさんいらっしゃいますか。ゆうやさん、ゆうやさん、え、前はあのオンライン放課後ルームみたいなやつでリコチと一緒にやったかな。ゆうやさん、ゆうやくん、いつもありがとうございます。いてるの、いてくれてありがとう、嬉しい。これ届くの楽しみにしていてくださいね。あ、やりましたよね、ゆうやさん、ありがとうございます。覚えてますよ、しっかり、ありがとう。あれ思い出ですね、嬉しい。愛知のひろゆきさんも最高、ありがとうございます。香川公園で。次、せいくんさん、せいくんさんいらっしゃいますか。ゆうやさんまたあるといいな。ねえ、ありがとうございます、嬉しい、そう言ってくれて。サインも楽しみにしておいてください、頼むの、届くの。せいくんさんいらっしゃいますか。あ、いる、ありがとうございます、嬉しい。せいくんさん、いつもお手紙とか絵とかたくさん書いてくれてありがとう。なんかどんどんなんかあの私が大人っぽくなっていくのに絵も大人っぽくなっていってるみたいな、そのお手紙読んだことがあるような気がします。合ってるかな、同じ人かな。ぜひこれからもよろしくお願いします。またお話ししましょう、たくさんありがとう。次はこまめまきさん、おお、ちょうどコメントしてくれてる、ありがとうございます。こんにちは、ありがとう、ありがとうございます。せいくんさん、ありがとう、写真大切にするよ、ありがとう、嬉しい、大切にしてください、生写真。次はこまめまきさん、今ちょうどこんにちはとコメントしてくれた方ですかね。エスティアカフェで驚かせてごめんね、広島在住じゃない、いや、もうびっくりしました。でもありがとう、なんかさすが、なんかでも夫婦で揃ってカープを応援してるので、なんか広島の方かなって私は勝手に思ってただけで、また釣りの話しましょう、釣り、奥さんのカープの話しましょう。次は上田さん、上田さんいらっしゃいますか。上田さん、これちょっと本名ですかね。いつもありがとう、こちらこそありがとう、素敵。上田さんいらっしゃいますか。これ本名でやっちゃったタイプ。ありがとう上田さん、上田さん申し込んでくれてありがとうございます。届くの楽しみにしておいてください、上田さん。次、横田さん、横田さんいらっしゃいますか。この横田さんも本名で申し込んでくれた方ですか。横田さん、上田さんもいましたけど、上田さんの次は横田さん。いないですかね、いないですかね。横田さん、届くのを楽しみにしてください。いや、これなんか 誰に届くか、めっちゃ気になるな、これ。横田さん、ありがとうございました。次は藤田さん、いや、たつづきめっちゃ、はい、これ本名ですかね。え、でもひらがなでやってくれてるから、藤田さんいらっしゃいますか。ニックネームトルクミス、そう、藤田さんありがとうございます。いないかな、
申し込んでくれてありがとうございます。ただ届くの楽しみにしていてください。藤田さん次、田中さん、田中さん2枚申し込んでくれてる。なんかもうここら辺フルネーム続き、じゃあフルネームじゃないわ、ニックネームじゃないわ、本名なんかな、これ続き、本名続きじゃけど、本名じゃないか、あのニックネーム登録してないタイプの方が多くて、田中さん、あ、俺だ、あ、メタボさんありがとうございます。メタボさん昨日もオンラインでやってくれてありがとうございます。嬉しい、俺だよね、そうなんかな、あの忘れてるならきっとそうです。2枚申し込んでくれたメタボさんですか。あのいつもありがとうございます。オンラインでうちわとかも見せてくれてて、昨日はネクタイ良かったです、ありがとうございました、嬉しいちょっとね恥ずかしさもありますか。次はテロチンさん、テロチンさんいらっしゃいますか。そうネクタイもね、ネクタイの話をしました。メタボさんありがとうございます。テルチンさん来てくれるかな。いらっしゃらないかな。テルチンさん2枚も申し込んでくれてありがとうございます。あ、いつもか、野球の話するテルチンさんかな、私の想像してるテルチンさん、いつもありがとう、これからもよろしくお願いします。次は久住和弘さん、久住和弘さんいらっしゃいますか。これは意図的にフルネームですかね。何回もいろんなこういう知識会とかオンライン再会では書いたことがあるので、ずっとこうやって申し込んで続けてくれてありがとうございます。これからも継続してもらえるようなメンバーであり続けようと頑張りますので、これからもよろしくお願いします。かずみさん届くの楽しみにしててください。次、こまめさん、こまめさんいらっしゃいますか。こまめさん、こまめまきさんの次はこまめさんですね。こまめさんいらっしゃいますか。こまめさん申し込んでくれてありがとう。こまめさんいなかったら、あ、ありがとうございます、嬉しい、これからもよろしくお願いします。いてくれ、ここにいるのありがとう、いてくれてありがとう、配信を見てくれて、届くのをお楽しみにしておいてください。またお話ししましょう。次は加藤さん、加藤さんいらっしゃいますか。加藤さん、加藤さんいるかな。これニックネームミスですか。昨日は土地落ちてきた、素敵、ありがとうございます。こまめさんさっきありがとうございました。加藤さんいるかな。加藤さん申し込んでくれてありがとうございます。ぜひ届くのを楽しみにしててください、ありがとう。次しんちゃんさん、しんちゃんさんいらっしゃいますか。しんちゃんさん、じゃーん、しんちゃんさん、すいません、しんちゃんさん、巨人のしんちゃんさんかな、巨人ファンの、昨日明日サイン申し込もうって言ってくれたけど見てくれてないかな。見てくれたら嬉しいですけど、また野球の話しましょう。次は渡辺雄介さん、渡辺雄介さんいらっしゃいますか。渡辺雄介さんいらっしゃいますか。あ、いる、はい、ありがとうございます。鍋さんありがとうございます。これからもよろしくお願いします。渡辺雄介さん申し込んでくれてありがとう。よしよし、記憶力はねいい方かなと思ってるので、
してください。渡辺英樹さん、ツートックの楽しみにしてください。今度はニックネームで呼びたいですね。次、ひろしさん、ひろしさんいますか？ひろしさんいらっしゃいますか？いつも応援ありがとう。優しいかな、ありがとう。ひろしさん、いつもありがとうございます。いてくれたら嬉しいけど、いなさそうですかね。これからもよろしくお願いします。届くの楽しみにしててください。ありがとうございます。申し込んでくれて、コメントもね、いつもありがとうとちゃんと書いておりますので、これも含め楽しみにしててください。次はよしとさん、5枚も申し込んでくれて、あ、5枚も申し込んでくれてってありがとうございます。嬉しい、大事にしてください。よしとさん、オンラインお話し会でずっとたくさん会いに来てくれてるけど、やっぱオンラインより握手会の方がね安全だし、よしとさんにとってはまた再会してほしいですねって話もしましょう。6枚目でもありがとう、これからもよろしくお願いします。見てないかな。そう、5枚また申し込んでくれて嬉しい、ありがとう。5枚ありがとう、楽しみにしていてください。届くの次、田中さんいらっしゃいますか？田中さんいてくれてたら嬉しいな。さっきも田中さんありましたけど、1枚申し込みの田中さん、ありがとうございます。申し込んでくれて、田中さん今度ニックネーム教えてくださいね。1枚申し込んでくれて田中さん、これからもよろしく。いや、いてほしいな。次は、4月4日誕生日のまさあきさん。今日じゃないですか、誕生日。ニックネームが4月4日誕生日のまさあきさんとなっております。じゃーん、4月4日今日が誕生日ということで、おめでとうございます。これ私からの誕生日プレゼントです。申し込んでくれてありがとう、これからも応援よろしくお願いします。マイキューと一緒、そう、今日マイキューの誕生日じゃけ、おめでとう、書きました。届くの楽しみに。まさあきさん、ありがとう。いないかな、こう録画とかを見てくれたら嬉しいです。次、しもちゃんさん、しもちゃんさんいらっしゃいますか？しもちゃんさん、あ、素敵、ルームの皆さんも祝ってますよ、まさあきさんのこと。しもちゃんさんいらっしゃいますか？しもちゃんさん、いたら教えてください。あ、ココア待ってました、ありがとう。嬉しい、コメントをしてくれて幸せでございます。嬉しい、出会えて幸せとコメントもして、あ、サプライズにしたかったんですけど、鈴木誠也おじさん、あ、鈴木誠也おじさん、鈴木誠也おじさんか、最高です。しもちゃん、また話しましょう、よろしく、ありがとう。次、もじさんいらっしゃいますか？もじさん、昨日も話した、もじさん、なんか昨日楽しそうでしたけど、またカープの話したり、あの RCC の話したり、あの RCC の友達の話したりしましょう。もじさん見てる？今日もカープ、さっき1対0で点数取られてたけど、今日カープ勝ってほしいですね、野村投手に。また話しましょう。ココアバリバリバリ最高です、ありがとう。もじさん見てくれて嬉しい、またカープのグッズの自慢とかしますね、ゲットしたりしたら。もじもじ
ありがとう。次は長崎県民さん。長崎県民さんいらっしゃいますか。からたくさんコメントをいっぱいしてくれてありがとうございます。長崎県民さん、本当に長崎県民なんですかね。またお話ししましょう。ゆっくりあの長崎のお話聞かせてくれたりしてください。聞かせたりしてください。楽しみに待ってます。仲良くなりましょう。すいません。次、蒸しパンマンさん。蒸しパンマンさんいらっしゃいますか。いるかな。こんにちは。ありがとう。大切ですね。見てくれてありがとうございます。嬉しい。大事にしてください。届くのも楽しみにしてください。あのフォロー込めて書かせていただきました。いつもありがとう。これからもよろしくお願いします。蒸しパンマンさん。次は、天野さん。さっきも申し込んでくれた天野さんかな。いなかったけど今回の分は3枚も申し込んでくれててありがとうございます。嬉しい。楽しみにしてる。楽しみにしててありがとう。嬉しい。天野さん3枚も申し込んでくれてありがとうございます。これからもよろしく。届くの楽しみにしといてね。ありがとう。次は不良サラリーマンさんです。不良サラリーマンさん、昨日はあのオンラインお話し会来てくれてありがとうございます。あの嬉しかった。黄色い服着てた。覚えてるよ、しっかり。私メガネかけてから。はい、ありがとう。不良サラリーマン、ありがとうございます。申し込んでくれて配信も見てくれてて幸せでございます。これからもよろしくお願いします。届くの楽しみに。オンラインもまたよろしくお願いします。次は浅野さん。浅野さんいらっしゃいますか。浅野さん、浅野さんいらっしゃいますか。いるかな。いたらコメントしてくださいね。ぜひ見てくれてありがとう。申し込んでくれてありがとうございます。浅野さん、しっかりサインさせていただきましたので届くのをお楽しみに。これからもよろしくお願いします。次は向井地さん。向井地さんいらっしゃいますか。昨日はあの休憩時間中に私のお話し会に遊びに来てくれてありがとうございます。向井地さん、今日もお仕事頑張ってください。あるんかな。今日も昨日もあったけど、そう、時々 AKB の握手会の時からもうずっと遊びに来てくれてる向井地さんと思い出がたくさんありますが、また一対一で話す時にいっぱい話します。次、ちまささん。ちまささんありがとうございます。どうですか、いますか。いてほしい。ランニングしてますか最近。ちまささん、前はオンラインでなんかあの神社、お寺、神社か、あのオンラインで神社のところ、大きい神社にも有名な神社とかにもあの景色を見せに連れてってくれてありがとうございます。またカープの話もしましょう。ありがとう。私の好きな話題についてきてくれてありがとう。次は、あ、イール千葉さんありがとうございます。ありがとう、書かせていただきました。次は小谷さん。小谷さんいますか。はい、アキレス腱が何があったんですかね。千葉さん、いるかな。小谷さん、小谷さん、小谷さん申し込んでくれてありがとうございます。いなかったらもう悲しいけど、ぜひ届く時を楽しみにね待っててください。応援してます。いつもありがとう。これからもよろしくお願いします。次はちゃちゃさんです。さっきの分もありがとう。もうあの3枚も申し込んでくれて、この分も嬉しいよ。ありがとう。なんかあのめっちゃ可愛い服をプレゼントしてくれたり、
本当に女子力がいつも上がります。ココアが大好きなチャチャココアニオさん、ありがとう。これからもずっと好きでいてください。お互い楽しく、本当にお互いかわからない、私は少なくとも私はいつも楽しませていただいてます。チャチャさん3枚ありがとう。次はちさとさん、ちさとちゃんさん、ちさとちゃんさん、ちさとちゃんさんいらっしゃいますか。またななみに会ったらちょっとやめてください、そのいじり。ちょっと本当に恐縮なのでやめてくださいよ、恥ずかしいけど。次、ちさとちゃんさんいらっしゃいますか。いるかな、ちさとちゃんさん。書かせていただきました、ちさとちゃん。申し込んでくれてありがとう。女性の方かな。あのぜひこれからも応援よろしくお願いします。語り合って仲良くなりましょう。お互いのこと知りたい、ちさとちゃん嬉しい。次はしょうさん、しょうさんいらっしゃいますか。しょうさん、しょうさん、しょうさんいらっしゃいますか。カタカナしょうさん、あ、いる、ありがとうございます。こちらこそありがとう。ぜひあのこのオンラインをね見てくれて待っててくれてありがとうございます。生写真届くのも楽しみにしててください、ありがとう。次、チュンタさん、チュンタさんいらっしゃいますか。チュンタさん、え、昨日のオンラインでは会ってないけど私ちゃんとチュンタさんのこと覚えてますよ。帽子とメガネと、帽子の形可愛いですよ、毎回丸い感じで。チュンタさんどうもありがとうございます。見てるかな、ぜひショールームのコメントでもたくさん会いに来てくれたりするからいつも嬉しいです、ありがとう。次、浜辺さん、浜辺さんいらっしゃいますか。浜辺さん、浜辺さんいらっしゃいますか。浜辺さんいてくれたら嬉しいな。浜辺さんどうでしょう、いないか。いつもありがとうございます。今日ももうこれに申し込んでくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。届くのを楽しみに。次は藤原さん、藤原さんいらっしゃいますか。いるかな、いないか。いた、あ、そうだニックネームニックネーム登録忘れてるポンドさんありがとうございます。これからもあ、カッコか単押しとか嘘つかなくていいですから、ありがとう。これからもよろしくお願いします。次、カープ好き石くんさんいらっしゃいますか。2枚申し込んでくれててありがとう。じゃん、カープ好き石くんさん、昨日もオンラインでお話できてよかった。カープ勝ちましたね。なんか2人で昨日語りすぎてもういつの間にか時間が過ぎちゃってて、石くんさんありがとうございます。メールとかショールームとかもずっといつもありがとう、ちゃんと感謝の気持ち寄せてないですよ。石くんさんのことも忘れてないですよ、ありがとう。次、まこっちゃんさん、あ、ありがとう石くんさん。次、まこっちゃんさん、昨日はツーショットありがとうございました。まこっちゃんさん昨日は2枚写真撮ったよね。2枚だったよね、確か。めっちゃ嬉しかったです、ありがとうございました。申し込んでくれてありがとう。見てくれたらいいな、嬉しいな。これからもよろしくお願いします。まこっちゃんさん、あのネーミングセンスの良さよみたいな話した気がする。次、カイトさん、カイトさんいらっしゃいますか。
さん、前がコカちゃん大好きなんでありがとうございます。これからもずっとカイトさん、私のことを忘れないでくださいね。あとそういえば、私がユニット選抜入れなかった時に切った髪の毛、切ったっていうか剃った、坊主にした髪の毛生えてきましたね。次、鳥越さん鳥越さんいらっしゃいますか。岡山オレンジさんですか。さっきも申し込んでくれた時覚えました、名字で覚えましたじゃーん。岡山オレンジさん、あ、いる、ありがとうございます。いますよ、ニックネームしたけど。え、嘘、次のやつからちゃんと入ってるかな、もしかしたら。これからもよろしくお願いします。でもしっかり覚えました、ありがとう、申し込んでくれて。次は誠さん、誠さんいらっしゃいますか。 ありがとう、乃木歌もありがとう。オレンジさん、誠さんいらっしゃいますか。3枚申し込んでくれた誠さん、あ、いる、ありがとうございます。今度古文だっけ、古文教えてほしいですよ。いつもありがとうございます。瀬戸セブンとかマイカーとかのことについても語り合いましょう。これからもよろしくお願いします。いつもありがとう、また待ってます。3日連続ココアデイありがとう、琴さん嬉しい。次はマサピロさん、マサピロさん2枚申し込んでくれてるけど、あ、今日はいないんですよ。そう、昨日のお話し会で前もって明日は見れないですって言われたので、ぜひまた届くのを楽しみにね、書いた事実を発信しました。誠さんありがとうございました。次はミカさん、ミカさんいらっしゃいますか。ミカさん名前かわいい、ミカさんいますか。私ミカって名前いいな、かわいいな、めっちゃ。はい、今日も可愛い、ありがとうございます。いつもありがとう、ショールームでも遊びに来てくれたり、たくさん私のことを気にかけてくれてありがとうございます。これからもよろしく。ミカちゃん、ミカちゃんって呼ばれてるのみんなから。次はもっくんさん、もっくんさんいらっしゃいますか。もっくんさん、さっきの分も申し込んでくれた、もっくんさん、あ、届くの楽しみ、天才的に可愛い、あ、新幹線だから無音だけど可愛いのは分かるよもっくんさんありがとうもう書いたよ、ありがとうございます。これからもよろしく。新幹線でお仕事かな、あれ頑張って今日も、これからもよろしくお願いします。次はあずゆいさん、あずゆいアスタリスクさん、このマークはアスタリスクっていうんですけど、あずゆさんいる、ありがとうございます。待っててくれてありがとう、ずっと。これからもよろしくお願いします。嬉しい、申し込んでくれたの嬉しい。またぜひ仲良くなりましょう、たくさんお話ししてありがとう。公園のこかちゃん大好き、ありがとう、そう言ってくれて、なんかもっと頑張れます。次、まさしまるさん、まさしまるさんいますか。まさしまるさんありがとうございます。いつもオンラインで背景から楽しませてくれてありがとう、すごい、本当にいつも感謝しております。これからも楽しませられるように頑張ります、ありがとう。まさしまるさんいるかな。次はアーリーさん、アーリーさんの、あ、コカさんありがとう、ありがとうございます。まさしまるさんまたお話しましょう、嬉しい、申し込んでくれてるの嬉しい。次、アーリーさん、アーリーさんも昨日ねオンラインお話し会に遊びに来てくれて、あ、おつここありがとう、すぐコメントしてくれてありがとう、本当にこれからもよろしくお願いします、ゆみここは次、高久さん、高久さんいますか。さっきの部もいなかったけど、でもしっかりちゃんとコメント書かせていただいたし、いつも本当に感謝してます、ありがとうございます。高久さん申し込んでくれてありがとう、届くの楽しみにしておいてね。
坂下さん、ありがとう。次はまさしさん、まさしさんいらっしゃいますか。いつもなんかショールーム始まったらすごい礼儀がいいというか、なんかこう律儀になんか、あ、お母さんありがとうございますっていつも言ってくれて、なんかちょっとこっちも改まっちゃうんですけど、本当にいつもありがとうございます。まさしさん、またオンラインで思い出たくさん作りましょう。そう、この時のココアさんが可愛かったとか具体的に言ってくれていつもありがとう。カッサンさん、さっきもいてありがとうございます。覚えてますよ、カッサンさん。頑張ってください、頑張ります。よろしく、ありがとう。まだいるかな、カッサンさん。この部も申し込んでくれてありがとう。さっきもコメントくれてありがとうございました。ぜひ届くのを楽しみに、この部のサインも受け取ってください。あ、ありがとう、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。次はグラサンケイさん、グラサンケイさんいらっしゃいますか。グラサンケイさん、グラサンケイさん、さっきも書かせていただいたけど、その時はいなくて、でもいるかな、ぜひ申し込んでくれて。楽しみにしてます、カッサンさん、ありがとうございます。グラサンケイさん、ぜひこれさっきの部のやつも含めて届くのを楽しみにしておいてください。ありがとう。次は高谷さん、高谷さんいらっしゃいますか。高谷さん、求人の高谷さん、高がちょっといつもとは違う高さん。はいはい、あ、新山さんですか。ありがとうございます。昨日から6枚目シングル始まりましたけど、いつも帽子似合ってます。これからもよろしくお願いします。ありがとう。次はチャーミーさん、チャーミーさんいらっしゃいますか。じゃーん、はい、います。ありがとうございます。嬉しい、チャーミーさん、これこの分も申し込んでくれて、でもオンラインお話し会もたくさん申し込んでくれてて、本当にいつもありがとう。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。シンヤさんもサインありがとうございます。こちらこそありがとうございます。可愛すぎやろココア。いやいやいや、ありがとう。優しいお言葉をありがとうございます。次は高梨さん、いつもはフルネームでなんか書いてるイメージとか呼んだりするイメージだけど、これサイン用に名字だけにしてくれたんですかね、もしかしたら申し込むときに。いつもありがとう。これからもよろしくお願いします。またコスプレたくさん見せてください。ありがとう、嬉しい。今もいるかな。あ、今1位だ、男女。ありがとう、嬉しい。次、永井さんいらっしゃいますか。昨日のコスプレどうでした。もう最高でしたよ。鬼滅私好きなんで、ゆみにまさんの、いつもありがとうございます。長いよ英語でロング、あ、そういうこと、ありがとうございます。ちゃんと理解してますよ。ありがとう。岡山公演も頑張ります。あ、岡山公演にも来てくれるんです。ありがとうございます、長井さん。次は山本さん、3枚申し込んでくれた山本さん、いらっしゃいませ、いらっしゃいますか。3枚申し込んでくれた山本、私じゃないですか、3枚申し込んでくれたなら。山本ポーさん、いつもどんなにちっちゃいうちわでも見つけますから、これからもちっちゃいうちわ貫いてください。いつもありがとう。これからもよろしくお願いしますね。また会いに来てくださいね。私のこと忘れないでくださいね。ちゃんと端っこでも見つけますよ、生誕祭みたいに。次、イクさんいらっしゃいますか。 ありがとうございます、山本坊さん。イクさんいらっしゃいますか。イクさん、昨日は
オンラインお話し会来てくれてありがとうございました。あ、ありがとう、生誕祭も来てくれてありがとうございました。しっかりあの私のパネルもゲットしてくれてて嬉しかったです。これからもよろしくお願いします。ほーい、安心安心しますよ、ありがとう、嬉しい。次は脇田さん、脇田さんいますか。脇田さん3枚申し込んでくれた脇田さんいらっしゃいますか。ありがとう、いくさんありがとうございます、申し込んでくれて。はい、脇田さんぜひ届くの楽しみ。さっきの部でも3枚申し込んでくれてて、ほんでたくさんのサインが届くと思うけど、多分コメントは全部違うようになってると思うので楽しみにしててください、ありがとう。次は幼児さん、幼児さんも3枚申し込んでくれててありがとう。いるかな、きあの昨日じゃない、一昨日のあのマイカー公演では会えたんですけど、あのそういつもありがとうございます。これからもお仕事と頑張ってください、私にも会いに来てください、ちゃんとこれからも応援してくださいね。見てないかな、このこれをいつか見てください。次はようこちゃん、ようこちゃんいますか。昨日は長い時間ありがとう。このなんて言うん、独り言で語るくらいなら、独り言で語るぐらいならの、あの女話会がほんまに楽しみすぎますよ。いつもありがとう、全力で応援します、ありがとうございます。好きすぎる人生最高。次はなおちゃんさん、なおちゃんさんいらっしゃいますか。なおちゃんいるかな、なおさんいる、なおちゃんいる、ありがとう。いつもありがとうございます、なおちゃんさん、これからもよろしくお願いします、嬉しい。また方言聞かせてください、福井方言聞かせてください。福井いつもありがとうございます。もう髪の毛も切ったりするタイミングがなんか私と被ったりなんかいいですね、こちらこそよろしくお願いします。次天野さん、天野さん2枚、天野さんなんか合計でたくさん申し込んでくれてるけど、めっちゃあの全然今日いないから悲しいよ私は。あ、福井なおちゃんさんありがとうございます、またオンラインでお話ししましょう。次天野さんいないか、もう本当に感謝の気持ちでいっぱいだよ天野さん、ちゃんともう読み方バッチリじゃけん任せてほしい、天野さんじゃないもんね。次あゆちゃんさん、あゆちゃんさんいらっしゃいますか。あゆちゃんさん、あ、いる、サインありがとう、こちらこそ申し込んでくれてありがとう、素敵、幸せでございます。最近ちょっと大人っぽくなってて可愛いけど、まだまだ赤ちゃんでいてください。いや、もう脱赤ちゃんでいきますけど、これからもよろしくお願いします。あやちゃんさんありがとう。次ジョンヒョンさん、ジョンヒョンさん同い年、昨日初めて話せてめちゃくちゃ嬉しかった、可愛かった、本当に韓国から見てるかな、今日明日すごい楽しみって言ってたから、明日のサインを申し込んですごい楽しみにしてるって言ってたから、これが届くのが楽しみにしててほしいし、なんなら見てくれて可愛いって言ってくれてありがとう。いやこちらこそありがとう、これからもなあココア、なあちゃんと私をどうかよろしくお願いします、ありがとう。あ、ようじさんさっきサイン書かせていただきました、あのさっきの前の分もありがとうございました、こちらこそありがとう。次駒井純さん、駒井純さんいらっしゃいますか。駒井純さん、
駒井純さんいらっしゃいますか。駒井純さんいてくれるかな。駒井純さんいないか。ぜひこれ届くのを楽しみに、届いた時のお楽しみにしておいてください。次は竹村さん。竹村さん2枚申し込んでくれてます。2枚申し込んでくれた竹村さん。今回のお話し会はそう、なんかやっぱりコメントを書いたんですけど、なんかそれで心がけたのは、なんか何枚も申し込んでくれた方になんか被らないようにコメントしたいなと思って、いろんなコメントを書かせていただきました。それでも被ってたらごめんけど、ありがとう。いないそうなので次です。遠山さん、次は遠山さんいらっしゃいますか。遠山さん1枚。いないかな遠山さん。いないです。金申し込んでくれてありがとうございます。ぜひこのメッセージのクエスチョンにツイッターとかでコメントで、ツイッターとかでツイートで返信してくれたら嬉しいですよとかね。次、川市さん。あ、川市台湾さん、昨日オンラインお話し会でいっぱい話せました。嬉しかったです、ありがとうございます。日本語ペラペラで感謝して、昨日もありがとう、また手紙送るね、ありがとうございます。嬉しい、本当に日本語ペラペラで本当にびっくりしてる。大学頑張ってください、これからもよろしく、待ってます。ボードもありがとう、4周年のために作ってくれてって言ってくれた昨日。次は羽生さん、これ羽生さんで合ってるんかな、合ってる読み方、羽生さんで。川市さんありがとう、嬉しい。次羽生さんですけど、羽生さんって読んでるのかな、読んで合ってるかな。羽生さんありがとうございます。いるかな、いてたら嬉しいけど、ぜひ見てるかな。あの申し込んでくれてありがとうございます。あのコメントもしっかりしてるので、ぜひ楽しみにしてください。これからもよろしくお願いします。次、ケンタピさん、ケンタピさんいらっしゃいますか。ケンタピさん、ケンタピさんいつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。見てくれてるかな、ケンタピさん。いる、ありがとうございます、嬉しい。まさか本当にいると思う方、これからもよろしくお願いします。またもう時間がなくなっちゃったので、これからもまたオンラインお話し会とかでお話しましょう。次、伊藤さんありがとうございます。伊藤さんいらっしゃいますか。さっきもあのニックネーム入れ忘れてたって言ってたチャーリーとそんなことかな、どうだろう。これからもよろしくお願いします。サイン嬉しいな、届くの楽しみ、これからもよろしくお願いします、楽しみに待っててください、ありがとう。次、コバコバさん、コバコバさんいらっしゃいますか。コバコバさん、コバコバさん いるかな。久しぶりにコバコバさんのこうやってチキ書いて、オンラインでもオンラインあんまり会いに来てくれないから、来てくれるけど来てくれないから、あんまりあの善悪とかでの思い出がたくさんありますけれども、ありがとうございます。コバコバさんすごい、さっき川市さんもう1枚でしたね。さっき川市さん書かせていただいたんですけど、2枚しか書いてなくて3枚申し込んでくれてて申し訳ございません、遅れましたが、もう1回イレギュラーで読ませていただきました。あ、3枚でしたね、ありがとう、ごめんなさい、反省。次、
尾崎さん、尾崎さんいらっしゃいますか。あ、かわいちゃん、ありがとう、ありがとうございます。尾崎さんいらっしゃいますか。尾崎さんいないかな。はい、登録忘れた。あ、え、でも私何回かちゅうちゅうさんの本名とかをなんかサインとかで書いたことあるのでかなと思いました。いつもありがとうございます。あの野球風のうちわ、ココアって書いてあるカープみたいなうちわ、ありがとうございます。今シーズンもよろしくお願いします。今シーズンも野球語り合いましょう、ジャイアンツ。次、川瀬さん、川瀬さんいらっしゃいますか。昨日はお話し会でありがとうございました。なんかパッとなんか宮島とか以外の広島のいいところ、あの広島の行ったらいいところとか市内とか言われたらなんかありすぎて逆に出てこん、パッとあの出てこかったけど、ちょっと今度ちゃんとすぐ答えれるようにしとくわ。広島で行ったらね、もうすぐ発売される CM NOW さんで撮影した美味しい食べ物屋さんもあるんですけど、名前が思い出せないので、名前思い出したらまた教えますね、オンラインで。見てくれてありがとう、川瀬さん。次、岡田さん、岡田さんいらっしゃいますか。岡田さん、岡田さんいらっしゃいますか。岡田さん、なあちゃんを意識しちゃうんだけど、岡田って聞いたら、岡田さんいらっしゃいますか。はい、タンタンさん、本名は岡田さんですか。ちょっとタンタンさん、ありがとうございます、申し込んでくれてありがとうございます、嬉しい。これからもどうかよろしくお願いします。ちらタンタンさん、ありがとう、申し込んでくれて。愛媛公演待ってるんで頑張ります。もうトシさんいます。次はトシさん、トシさんいらっしゃいますか。トシさんいらっしゃいますか。トシさんいるかな。言ってくれたら嬉しいですけど、書かせていただきましたサインを生写真申し込んでくれてありがとう。これからもよろしくお願いします。トシさんいる、いない、いないかな。トシさんありがとう。次、吉田くさん、吉田くさんいらっしゃいますか。吉田くさん、毎朝配信ありがとう、仕事前に元気もらっている、応援してる、ありがとうございます。吉田くさん、ショールームでもめっちゃコメントたくさんしてくれたり、あのほんまに読ませていただきます、イエーイ。仕事頑張ってください。仕事朝早いですね。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします、吉拓さん。次、拓戸さん、拓戸さんいらっしゃいますか。拓戸さん、じゃん、拓戸さんいらっしゃいますか。さっきも読ませていただいたんですけど、さっきはショール浮いてくれたな。あ、はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。これからも応援よろしくお願いしますね。あのいつもオンラインお話し会で背景にみちゅのパネルと私のパネル隣に並べてやってくれてて嬉しいです、ありがとう。公演行きたい、ぜひ来てください。パフォーマンスの話とかよくしてくれてたもんね、ありがとう。次、ノッシーさん、ノッシーさんいらっしゃいますか。ノッシーさん、じゃん。でもさっきようこちゃんの時にコメントしてくれてたからいるかな。ノッシーさん、はいは、はいはって思ってる、ありがとうございます。ノッシーさん、また山賊からの実況とかねしてください、いつもありがとうございます。お仕事オンラインならではのお仕事場からの配、あの配信もすごい素敵です、ありがとう。これからもよろしくお願いします。ノッシーさん、次、富市さん、
山賊行きたいね。富市さん、じゃーん。富市さん申し込んでくれてありがとうございます。いるかな、あのショールームとかも遊びに来てくれるし、もちろんたくさん思い出がありそうですけど、富市さん2枚も申し込んでくれてありがとう。しっかりサインさせていただきました。感謝感謝しかないぞ。セリフみたいに言ってみた。次、ようこちゃん。噂をすればようこちゃん。じゃん。はい、次はようこちゃんです。ラストです。これこの部ラストです。ありがとうございます。再販で買ったやつかね。2枚目さんありがとう。こちらこそありがとうございます。再販でも買ってくれて嬉しい。サインできて幸せです。ありがとうございました。ヨコちゃんありがとう。いつもありがとうございます。受け取ってください。はい、ということでこれがこの部ラストでした。ヨコちゃんのがラストでした。ありがとうございました。ああラストでした。始まりが遅くなったり、ちょっと前回前の部がちょっと押しちゃったりしたんですけど、波乱万丈のカイコカーのサイン会前半戦を終了しました。ありがとうございました。たくさん申し込んでくれた方もこうやって本当に幸せでございます。いつもありがとう。なんか楽しいな、なんかオンラインサイン会といえど、なんかこうただショールームを会場でするっていうなんか特別感で嬉しい。サイン会の申し込み過ぎて、あ、もう今回惜しくもサイン申し込みたかったけど、うわー忘れてたとか、あ、時間過ぎてたできなかったってことは、今のなんかサインもし欲しいっていう気持ちを次まで忘れずに次は逃さないようにしてくださいね。なんちゅうアドバイスみたいな思いますか。申し込み方が分かったら次は買います。お、ぜひ。ありがとうございます。エピソードがいっぱい出てくるのすごいね。いや本当に、ま、記憶力はもともと自信あったんですけど、それ以上に皆さんがねすごいそれぞれいろんなお話とか楽しませてくれてたので、そうなんですよ、ありがとう。覚えますね、エピソードとか結構覚えてる方なんですよ、話したこととか。だからオンラインとかも十分に楽しませれるようにっていうのが目標。毎朝のショールーム楽しみにしてるよ。ありがとうございます、ね、こうやってショールームとかでねやると、そう、特にこうやってなんかショールームのことも含めて話せたりすげえいい。あー昨日もオンラインお話し会で、なんか一昨日はライブで、なんかすごいなんか充実してますね、充実してますね最近は。他のお話は面白い。いやほんまによかった、嬉しい。そう今日のね生地震はこれなんですよ、今回の生地震。ちょっとあんまりボケて見えんけど、メイドにハーフツインテールになんか顔ぽっちゃりって感じ。あんなこんなで今日も一日もう4時になりますから、
あ、さっきなあちゃんがね来たんだけど、コメントで私が新人って言ったけど、ね、なあちゃん悲しむかも。しっかり休みます。この次の部は休みなので、6部目もよろしくお願いいたします。なあちゃん、さっきサインしたとき連絡、いつもありがとう。では配信を終了します。配信終了まで3、2、1、バイバーイ。サイン会ありがとうございました。6部目もよろしくね。